こんにちは、イタチャンネルです。今回は仙台内環状線の未開通区間をご案内します。このチャンネルでは仙台を中心に地域の街並みをご紹介し、これからの街づくりを考えていきます。内環状線は仙台城下町の外側を一周する環状道路です。ただし北山から台の原までの区間の計画が廃止されたため、完全な環状ではなくなっています。今回のルートは都市計画道路八木山柳生線から内環状線の未開通区間に入り、東北工業大学、八木山ベニーランド、辰野口橋梁、東北大学工学部などを巡り川内に向かいます。現在走行しているのは八木山柳生線で、内環状線の一部を構成する道路です。八木山柳生線はこの先の鹿野交差点で途切れます。このため国道286号線阿久通りを少し通って仙台市道長町北谷流れ線に入り、市道長町二つ沢線、八木山二つ沢線を目指します。内環状線は鹿野交差点をこのまま直進し、八木山に向かう計画です。仙台の都市計画道路は三環状12放射状線を骨格に整備が進められてきました。最も内側の環状道路が都心環状線、2番目が内環状線、最も外側が市街地環状線です。内環状線は2番目の環状線で、商業地や住宅地を循環します。内環状線は7路線で構成されています。八木山柳生線から時計回りに川内旗立線、川内北山線、台の原南小泉線、国道4号線、元寺小路郡山線、長町八木山線です。このうち南東側の国道4号線、元寺小路郡山線、長町八木山線の区間は完成しています。また台の原南小泉線は坂下区間の拡張が残っていますが、他の区間は完成しています。一方、北西側の八木山柳生線、川内北山線はほとんど開通していません。北山から台の原までの区間は大部分がトンネルで、仙台大平線などの周辺道路に接続できず、北仙台駅にも出られないことなどから計画が廃止されました。八木山柳生線は長町小路から中田7丁目までの約 8.0km です。このうち鹿野交差点から南は開通し、県道仙台立越線として長町と名取をつなぐ幹線になっています。鹿野交差点から長町小江寺の間はほぼ市道長町二つ沢線、八木山二つ沢線の北側を並行して通ります。仙台城南高校付近では八木山二つ沢線の急な坂を避け、左折して緩やかにした上り坂を経て東北工業大学八木山キャンパス前に出ます。そしてボックストンネルを通り、長町小江寺の交差点で川内旗立線に合流します。市道長町二つ沢線に入りました。内環状線はこの道路の右側を通ります。この先の右側に東北工業大学長町キャンパスがあります。東北工業大学は1964年に創立されました。八木山キャンパス、長町キャンパスの2つのキャンパスがあります。2008年度から工学部に加え、ライフデザイン学部が新設されました。2020年度には建築学部を新設し、工学部、建築学部、ライフデザイン学部の3学部の体制となっています。長町キャンパスにはライフデザイン学部があります。市道八木山二つ沢線に入りました。八木山柳生線の鹿野から八木山までの区間は4車線で、交差する道路とは平面交差の想定です。この先の左側に
仙台城南高等学校があります。城南高校は1961年に東北電子工業高等学校として開校しました。学校法人東北工業大学が運営する高校です。普通科と科学技術科があり、進学指導や東北工業大学との連携による教育プログラムなどに特色があります。2024年5月1日現在、893人の生徒が学んでいます。内環状線はこの坂を避けて城南高校の北側で左に曲がります。白八木山線に入りました。この先の右側に東北放送があります。東北放送は1952年5月に東北初の民放ラジオ局としてラジオ本放送を開始しました。1959年には東北初の民放テレビ放送を開始しました。2003年にはテレビ報道用の新社屋が完成し、旧社屋を改装しました。本社にあるワイド FM アンテナは高さ 110.5 メートルです。この先の左側に東北工業大学八木山キャンパスがあります。八木山キャンパスには東北工業大学本部と工学部、建築学部があります。この付近で内環状線と合流する計画です。この先の右側に八木山ベニーランドがあります。八木山ベニーランドは1968年4月に東北地方で初めての総合遊園地として開園しました。敷地面積は約30万平方メートルと広大です。開園当初からアトラクションの拡充が続けられ、現在は約30のアトラクションが利用者を楽しませています。その先には八木山動物公園があります。八木山動物公園は1965年10月に開園しました。面積は約12万平方メートルです。ここに2021年3月現在117種類594頭の動物が飼育されています。なお2020年4月から藤崎との命名権契約を締結し、愛称が八木山動物公園藤崎の森となりました。都市計画道路川内旗立線の計画路線に入りました。都市計画道路川内旗立線は青葉区元長谷倉から大白区自由が丘までの約 6.6 キロメートルの計画です。元長谷倉から八木山本町1丁目までの約 3.5 キロメートルが未開通です。川内旗立線はベニーランドの駐車場を横切り、辰野口橋梁を渡ります。辰野口橋梁は2014年に完成した下層に地下鉄東西線、上層に川内旗立線を通す鉄道道路併用橋です。全長は202メートルで、二重層による鉄道道路併用橋は瀬戸大橋、関西国際空港連絡橋に続く3連目になります。地下鉄東西線は2015年から開通していますが、道路は未開通のままです。内環状線は辰野口橋梁を渡って間もなく、全長130メートルの辰野口トンネルに入ります。内環状線は辰野口トンネルを出て間もなく、今度は工学部トンネルに入ります。工学部トンネルは全長634メートルで、東北大学工学部の地下を通り、青葉橋の東側付近に出てきます。トンネルも他の区間と同様に4車線が想定されています。ここからは駐車場を出て白八木山青葉山線を通ります。この先に八木山橋があります。
八木山橋は広瀬川支流の辰野口渓谷の標高差70メートルの断崖絶壁にかかっている橋です。1931年に軍用道路の吊り橋として開通し、現在の橋は1965年に完成したものです。全長は約320メートルです。八木山橋からは市道仙台城跡線を通ります。右側に仙台城跡駐車場の入り口があります。この先で仙台城跡線は通行止めになっています。これは2022年3月16日の震度5強の地震により仙台城の石垣が崩落したためです。仙台市では2025年3月の復旧を目標としているそうです。市道青葉山亀岡線に入ります。内環状線の川内旗立線の整備事業は課題に直面しています。まず複雑な地形のためトンネルや橋梁などの構造物が必要となり、建設コストが高くつきます。また自然豊かな地域であり、環境への影響を最小限に抑える必要があることなどの課題があります。完成時期は未定ですが、仙台市は川内旗立線の全線開通に向けて整備に取り組んでいくとしています。青葉山亀岡線は東北大学工学部を南北に通ります。この先の右側に放射線安全管理室、実験室、量子エネルギー工学専攻本館、機械系実験研究棟などが立ち並んでいます。左側にはマテリアル、開発系教育研究棟、工学部センタースクエアなどがあります。工学部トンネルはマテリアル開発系教育研究棟付近の地下を東西に横切ります。東北大学工学部は学部5学科、大学院18専攻を要する巨大な部局です。工学部では東北大学の伝統である研究第一主義、門戸開放、実学尊重を理念として、最先端の研究環境、実践的な教育、国際的な教育環境を整えているそうです。また活発な産学連携を行っていて、材料科学、情報工学、ロボット工学など幅広い分野で共同研究や受託研究、技術相談などを実施しています。左側は東北大学附属図書館工学分館です。この坂を下った左側に青葉橋があります。工学部トンネルは青葉橋の東の下に出てきます。そして間もなくボックストンネルを通り、東北大学のテニスコート付近を通過します。この区間は東北大学構内になりますので迂回します。川内旗立線は地下鉄東西線川内駅の前で開通している区間に接続します。内環状線は川内駅前を起点とする都市計画道路川内北山線に入ります。そして八幡を経由し北山に向かいます。今回の動画はここまでです。この先の未開通区間と計画廃止区間については後日取り上げる予定です。それでは内環状線の南西側のご案内を終わります。
ご視聴ありがとうございました。